とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの最強装備を使ってボスと戦っていこうと思います。まあ、一体だけじゃなくってね、ボスを4、5体どんな感じで倒せるのかやってみたいと思います。それでは、行きましょう。なんか固まってるぞ。それではまずここのボスから行きましょう。ちなみに火力は何も持ってません。痛みサイクルとダイナモのみだね。防具でも攻撃力アップしてないし、ポーションなんかも飲んでません。行くぞ、行け。まあこんなもんさ。次、ここのボスですね。痛みサイクルつけてくるの忘れたけども、まあまあいいでしょう。ダイナモだけで十分でしょう。ほら、見たことか。それではここ行きましょう。ボスが2回来るので、1回目を倒した後にすぐにぴょんぴょんやってダイナモを貯め直そうか。10ぐらいは貯まるかな。うん、まあとりあえず一発目は瞬殺してすぐに貯め直す。いけ、よっしゃ、ダメだ、押せ、急げ急げ急げ、よし、来るぞ、いけ、しゃあ、間に合った。ここはどうだろうな。こいつ最初ね、無敵時間があるから、その無敵を突破することができるかどうでしょうか。ちょっと気になるところ、いけ、すごい花火だ。でも突破できてない。いけ、よっしゃ、いったいったぞ。じゃあ OKOK、 やっぱね、最初の無敵時間はどうしてもダメージは入らないみたいだね。でも粘っていくと無敵時間が切れてこっちの勝利という感じですね。よかった。それでは次はテンペストゴーレムだね。こいつはガードが硬いんで、破らないといけないんだけども、おそらくそのまんま直でいけるよね。でも正面に立つと、バリアでガシッてやられるんで、若干横この辺から攻撃してみる。いや、あんま変わらんかな。まあ、とりあえずやってみるぞ。張って、キャー！だめだ。ちょっと待って、攻撃が当たらん。ちょっと待って待って待って。とりあえずもう一回ダイナモ貯めますわ。なんでだ。ダイナモをちょっと貯めましょう。プラスで痛みもね、痛みも貯めて。これどっか。横ら辺から攻撃できないか。やっぱ正面に立たないとちょっと無理か。でも正面だと一回ぶっ飛ばされるんだよね。おいとー、あー、ダメだ。いけ、あー、でもいけるぞいけるぞ、これ全然いける。ちょっと待って、これさ、これぐらいのダメージがあのガードの上からでも入ったんでしょ。ならばドラ使っていけばさ。で、しかもあれ、パワーポーション出てるじゃん。パワーポーションとドラで、ゴリゴリゴリってあの上からいけない？いけるような気はするんだけどね。オッケー。いいぞ。いって。ちょっと待って。いけ。おお、ほら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 。いけたいけたいけた。まだパワーポーションが、溜まってるんで、いいでしょ。オッケー。もう、こんにゃろ、こんにゃろ、うざいな、こいつ。いけ、あー、さすがに硬い。さすがに硬いけど、いけなくはないわ。いけ、次ダイナモ貯めれば、倒せるはず。いや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 、お前硬いな。まあ普通この上から攻撃
ないんだけどね、普通はね。いけー、まあまあまあ、いけたね。それではラスト、ボスいきましょう。力のポーションも取ってるし、きっとダイナモも溜まってる。痛みも5になってるので大丈夫です。ただこいつね、途中無敵になって逃げ込むんだよね。うん、でもそれ以上のダメージを与えてやればすぐ倒せるんじゃないかな。いつもだったらね、4、5回逃げられるんだけども、どうだ、あー半分か。え、ちょっと待って、全回復した。おお、まあまあまあ、回復はする時もあるんだけども、マジか。まあいいや、またダイナモも溜まってるし、いいでしょう。来なさい。痛みが溜まってないので、ちょっとさっきみたいに半分までは削れないかもしれないけども、そこそこいけるでしょう。これ中に入れない、入れるんかい。あー、惜しい惜しい。もう入れるんだ。 OK、 あとは一発でしょ。あと一発、もうそのまま中に突っ込んでいっていいんだな。で、突っ込んではいけるけども虚無になるんだね。虚無になってダメージを多分倍ぐらい受けるようになるんでしょう。もうそのまま突っ込め。待って、 HP が見えてから。 OK、 ちょっと待って、はい、来なさい来なさい。しゃ、 OK、 早かった。これはなかなか早かったんじゃないの。はい、ということで今日はボスラッシュやってみました。この武器でね、機械化装ブレード、痛みサイクル2、そしてダイナモです。これサイクルが3になって、やっぱりね、263が欲しいのよ。今のままでも全然十分っていうほど強いんだけども、これがね、263になるともう化け物みたいになると思います。今日やったのが全部、火力を持ってないのよ。火力盛らずにあれなので、これはねめちゃくちゃいいと思う。うん、でカバンでもね使っていけるようにちょっと今ね、工夫してるんだけども、なんとかいけそうな気がします。うん、これカバンで使えれば相当やばいことになりそうです。うん、こんな感じだからね、火力もらずに3500万だよ。3500万がこんな連発で出せるんで、これは今後期待できる装備じゃないですかね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。